職場の同僚が鬱になったのですが、どう接していいんでしょうか。精神科医カバサーションのカバチャンネル。うつ病で病院に通院中の人というのも100万人を超えてですね、すごい数で増えております。ですから、まあ、皆さんの職場でもですね、うつ病で治療したり、あるいはうつ病で住んでいるという人が大きい会社だと必ずいるんじゃないかなと思うんですね。同僚あるいは机の隣の人がですね、うつになるということも十分にありますし、もうなってるという人もいると思うんですけども、そういう人に対してどう接していいのか、どう声をかけていいのか困ると思うんですけども、それの方法についてお話ししたいと思うんですけど、結論から言いますとですね、無理に声をかける必要はないということですね。こちらが変に気遣いしてしまうと、向こうも気を使ってくると、うつ病通院中の方も気を使ってしまうのですね、まあ、何もしなくていいっていうのは一つの正解だと思うんですね。うつの人っていうのはコミュニケーションがまずあんまり上手ではないはずなのです。特にうつの状態になると人と話したくないし、話すと疲れるんですよね。そういう状態がありますので、無理して大丈夫かとかですね、いう方が相手にとっては負担になってる、こちらは気遣ってですね、何か声をかけたりね、ちょっと疲れてんじゃないのとか、そういう気遣いの言葉っていうのが相手にとっては意外と負担になってる場合がありますから、無理して何かするということはですね、あんまりする必要はないので、普通に、むしろドライって言ったらあれですけど、仕事上の必要な会話を必要なようにしていくっていうふうに割り切って付き合った方がですね、患者さんの方もですね、変な気苦労をしないでですね、むしろ楽に働けるということがありますから、こちらがどうしようどうしようどうしようっていうふうに考えると、実はそれっていうのは向こうにも伝わってる可能性があるので、クールにね関わるっていうことが私はいいのではないかと。何もしないっていうと冷たいですけど、見守るというのかな、困った時だったら相談に乗るよぐらいのスタンスっていうのがいいと思うんですね。なんかそういう声掛けを時々してね、なんか困ったことあれば相談に乗るから言ってねみたいな感じで、こうウェルカムな態度でオープンにしとく必要ありますけど、こっちから相手の領域に入っていくっていうのはあんまりやらない方がいいと思いますので、何かしようということはね特に思わなくていいんじゃないかなっていうのが私の考えです。